マレフィセントは、1959年公開のアニメーション映画、眠れる森の美女に初登場する悪役。キングダムハーツシリーズにも登場する。ディズニーのヴィランズ軍団のオピニオンリーダーとされる魔女。金色の瞳で、肌の色は薄い緑色。頭髪は2本の鋭い角として真っ黒なマントを着用し、先端に緑の水晶玉をつけた杖を持つ。 両手の中指に黒い宝石のついた指輪をしている。魔の山と呼ばれる山の上にある古城に住む。イノシシ、タカ、アリゲーター、ヤギ、コウモリ、ハゲワシ等に似た部下グーンたちがたくさんいるが、カイチセイはマレフィセントがペットにしているカラス、ディアブロニを取る。雷の力を操り雲に乗って移動することも、黄緑色の炎を吐く巨大な黒いドラゴンに変身することもできる。 ビランズの女性悪役の中では、かなりの美人らしく、ハウス・オブ・マウスでは、ハデスやフック船長に口説かれており、ミッキーの悪い奴には負けないぞ。では、ドラゴンの姿で、チェルナボーグと寄り添っている場面がある。強い魔力を持つが、オーロラ姫の誕生日に三人の妖精たちと、違い招待状が送られなかった。このことに起こったマレフィセンとは、王と王妃の前では礼儀正しい態度を崩さず、 呪いをかけて立ち去った。アナハイムフロリダ、東京の3つのディズニーパークにおいて上演されている、ファンタズミックにおいて、すべての公演における悪役パートのクライマックスに登場。黒いドラゴンに変身し、ミッキーと対決する。キングダムハーツシリーズ等一部媒体では、手下のカラスは、レイバンと表記されるが、レイバンは、大型のカラスを指す英語であり本名は、 ディアブロである。なお、実写映画、マレフィセントでは、ディズニー・ヴィランズでありながら、主役に抜擢された。マレフィセントは、妖精の国ムーアに翼を持った妖精の少女として、生まれた。ある日彼女は、妖精の国に入り込んだ人間の少年、ステファンと出会い恋に落ち、ステファンは、マレフィセントの16歳の誕生日に、真実の愛のキスを捧げた。しかし、 ステファンの父親にして、人間の国の王であるヘンリーが、マレフィセントを撃った者に、娘の王女を与え時代の王とすると発表すると、ステファンは、マレフィセントを裏切り、彼女が寝ている隙をついて、彼女の武器である翼を奪ってしまう。大切な翼を奪われて、復讐に燃えるマレフィセントは、人間に囚われていたカラスのディアバルを人間に、変身させ、忠実な部下として支配下に置いた。 やがてディアバルの報告で、ステファンが王になり、王妃との間に王女のオーロラが生まれたことを知ると、彼女はオーロラの洗礼式に乗り込み、16歳の誕生日の日没までに糸車に指を刺され永遠の眠りにつく、という呪いをかける。許しを請うステファンに対し、マレフィセントは、彼の行動を痛烈に皮肉る形で、 真実の愛のキスによって呪いが解かれると告げてその場を去った。呪いを恐れたステファンは国中の糸車を片っ端から集めて燃やし、さらにオーロラを三人の妖精に丸投げ同然で任せていた。しかし妖精たちは人間の子育てが全くできず、これでは死んでしまうと見ていられなくなったマレフィセントはディアバルと、共に魔法で父を与え成長を見守り続ける。 やがてオーロラは成長し、マレフィセントをフェアリーゴンとマザーと呼んで、心から慕うようになる。また、マレフィセントもオーロラを、たびたび妖精の国へと連れて行くようになり、森の妖精たちと共に遊ぶ、楽しい日々を過ごさせた。彼女は、自分がオーロラを呪ったことを強く後悔し、解除しようとしたがどうしても、不可能だった。そんなある日、 オーロラは浸水するマレフィセントが自分に呪いをかけていたという真実を知ってしまう。そして、呪いが現実となり、オーロラが眠りにつくと、マレフィセントは、オーロラに恋をした、フィリップのキスが彼女を救うと信じ彼を城へ運ぶ。しかし彼のキスが呪いを解けなかったことで激怒した、妖精たちとフィリップが抗論している中、絶望したマレフィセントは、オーロラの枕元で、 彼女への愛を語り、自分の命のある限り彼女を守ることを誓って、その額にキスをする。するとその真実の愛によってオーロラは目覚めた。しかし時はすでに、マレフィセントを恨むあまり暴君と化したステファンによって、戦いが始まっており、マレフィセントは、大勢に、無勢で追い詰められてしまう。その時オーロラが城内で閉じ込められているマレフィセントの翼を発見し解放すると、翼は、 マレフィセントの背に戻り、力が戻った彼女は、凄まじい人類力で反撃しステファンとの一騎打ちになる。決闘の末にステファンは、城から転落して命を落としたがマレフィセントは、ま一発で生き残り、暴君を討伐したマレフィセントは、人間の国と妖精の国を統一して、真の女王となった。ありがとうございます。